落ち着いてください。落ち着いてください。良くない夢を見ていたようですね。さて、先ほどが夢であったとしても、今が現実と。思い出の箱の鍵。油絵で真実を隠したつもりなのでしょうが、目はごまかせても。滑稽でしょ。心と向き合わずに信念を貫こうとした結果、全てが水の泡。たとえ世間を敵に回しても、あなたはまだその選択を貫き通せますか？しっ、その答えを口にするのはまだ早い。さあこちらを見て。あなたはただ疲れただけ。口にする言葉ほど浅はかなものはない。今後の行動を見てから判断を下そう。レイブン、そっちの状況はどうだ？レイブン、応答せよ。何かと。こんな朝早くから何なんだよ。いいから黙って働け。そういえば、好み部長ってど…うるさいっつってるだろ。聞こえてねえのか。出荷に異常ありと。パックス、クリムゾン、異常なし。ハウゼンをマーク。すみません。テラス法律事務所はこのビルですか？佐京様はここにお勤めでしょうか？荷物があるのですが。規則では本人のサインが必要ですが、同僚の弁護士さんでしたら佐京様へのお渡しをお願いいたします。
君か。構わんさ。いや、大丈夫だ。ああ、ご苦労。ありがとう。大丈夫だ。今日は休日だろ。君こそどうしてここに？何か力になれることがあったらいつでも。来客か？対応できなければ私の執務室に案内してくれ。安田、あのジジイはもう諦めたんだ。俺たちミールキャットの危機管理コンサルティングサービスを利用す。バカ言わないで。ミールキャットは業者から金を騙し取るだけ。いつおじいさんの味方になってくれたっていうの？口を慎め。